ね、トリーグレベルですけど、監督やらせてもらって本当気づくのは、本当いかに守備をちゃんと整備するかっていうね。だからそういう守備を、でも本当一番参考にしてるのは僕あれですよ、コンテですよ。守備とかにおいて。フォーバックの守備ってどうしても個の力に依存するところ出てくるんですよね。とか、あと練習量しっかり必要っていう。ファイブバックの方が練習量とか個の質が、相手チームに比べて担保できないときに数で応戦できるみたいな。その分、守備に回る時間は多いんだけど、守備に回る時間をしっかり組織した上で、カウンターとかもちゃんと考えられるようにすると、なんかもっと結果が出るのかなと思って、今そういうところで、コンテのインテルとか今見返したりとかしてますね。高卒ルーキーって入団時のインタビューで自身の強みを聞かれると、大体ドリブルって答えている気がするのですが、これはドリブルがズマ抜けていないとプロになれないのか、自覚しやすい特技がドリブルってだけなのかは分かりません。これらは自分の体感なので確信が持てないですが、レオザさんはどう思いますか。すごいところを考えますね。ドリブルが上手い選手ってプレーキャンセル力が高いパターンがありますよね。単純にアダマトラオレみたいにバーって抜いていくタイプじゃなくて、三笘だったり久保とか、相手の出方を見て逆逆逆っていけるじゃないですか。その要領で、パスもできたりとかするから、ボールを受けてからの、プレーが、ね、相手があって、相手の逆をついたりとか、相手の動きを見て、次の行動を決めるからうまくいくのが、サッカーだから。そういうところで、いい選手って、必然的にドリブルがうまくなってるのかなって思います。なんかすごいあれだね、しっかりした質問にしっかり頭回して答えた。もう今ちょっと眠くなっちゃってますけど。アンチェロッティがいなくなったエバートンにハメスは残るメリットあるのでしょうか。ミラン移籍の噂がありますが、トップ下もありますし、ベターな選択なんですかね。もうミランの方がチャンピオンズリーグ出られますよね。ただミランの方がこのあれ、まあ、エリオットだっけ、なんか持っててイタリア体制みたいな感じでうまくいってるから、あの人ライプツィのラングニックが来る予定だったけど、やめたんだよね、計画を変えたんだよね。だこっからやっぱ方針転換で違うようにしますって言ったら、その前政権が、まあ、今のイタリア政権っていうかね、イタリア幹部会が取ってきたハメスがね、まあ、キャラクター的にもライプツィ的なサッカーに合わないから、お払い箱になっちゃうみたいな、ありそうですよ。でエバートンの方がね、監督は変わるかもしれないけど、その運営体制みたいなさ、そういうところは変わらなそうだからね。で、次来るのがあれでしょ、一応レアルマドリー時代にさ、カゼミロよりもクラシコとかでハメス選んだ、ベニテスだから。なんと、ね、エバートンをチャンピオンズリーグに連れていく立役者になるっていうモチベーションは、一応保持できるというか、保てるんじゃないですかね。